ゼネラルリソースとニューコムを一時停戦させた我がユーピオのクラクソン代表が停戦調停のため専用機でレイニー岬に向かうことになった。エリックと共に同期の護衛を命ずる。また機内の護衛としてフィオナが代表と同行する。本作戦は極秘任務であるため少数精鋭による隠密行動を旨とする。以上。なんか変じゃないか。なんで俺たちだけしか護衛機がいないんだ。いくら極秘にしてもおかしいと思うだろう。しっかりしなさい。クラークソン代表はしっかりガードするから二人は空を頼むわよ。エンゲージ。情報が漏洩したようだ。ゼネラル機が複数接近しつつある。直ちに迎撃態勢を取れ。そうはず。こうやってゼネラルにはしっかりバレバレじゃねえか。これ、なんなの？ウィー、そ、ジャングかよ。ダウン。ウィー、気をつけろ。答えろ。
目標に接近しました。レナ、来てくれたのか。助かった。作戦の変更だ。今回の専用機の行動はクラークソン代表とフィオナによるスパイ活動だということが明らかになった。護衛の任務を解除、専用機を撃墜せよ。了解しました。待てよ、 あそこにはフィーがいるんだ。本気か、レナ。待て、撃つな、やめろ。その事実の確認は不可能。命令を優先します。いや、通信機はジャミングで壊れてんだ。なあ、フィー、答えろ。目標はあなたに任せます。俺はフィーを助ける。Decide. Bullseye.消滅確認、これより帰還します。了解、空中給油を受け帰還せよ。給油機の接続準備は整いました。適正位置まで前進願います。リフュ専用機の撃墜を確認した。クラークソン代表のスパイ行為の内容については現在調査中だ。Communication interrupted. Decrypting urgent message. 今回の速やかな任務遂行には心から感謝している。そして同僚の死はあくまでも悲しむべきことである。そこで私は彼女自身や残された家族のためにも UPO 側から今後一切彼女の行ったスパイ行為について何も言及しないことをすでに決定した。彼女は優秀だった。しかし事故で死んだ。私も君も同僚の思い出にはそれだけで十分だ。いいな。ところで今後は今まで以上に君の力が必要になる機会も増えてくることだろう。私は働きに見合った待遇を惜しまない主義だ。期待している。 Information download complete. File deleted. Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. 全ての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。ユーピオの代表議員で先のゼネラルリソースとニューコムによるフェイスパーク紛争でも両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル・ W ・クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほど確認された模様です。現場はランバート地区付近の山中で半径5キロにわたって専用機のものとみられる残骸が散乱しています。乗員乗客の安否については機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。
現場では地元警察とユーピオが協力し、現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時、ユーピオ本部のあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸、メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケープレイニー空港に向かう途中でした。墜落の原因についてユーピオでは、同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち、救命を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落というショッキングなニュースについて、同機の整備と警備を担当していたユーピオ治安維持部隊のパーク司令は、まだ信じられない、これから自分も現地に向かい代表の捜索指揮を取るつもりだ、墜落の原因についても一刻も早く究明したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。どちらにしても長年ユーピオの顔として代表委員を務め、新勢力のニューコムとも強力なパイプを持っていた穏健派のクラークソン代表を失ったことは、今後大きな影響が出るのは間違いないですね。特にユーピオの体質自体が変化するのは避けられないでしょう。具体的にはどんな変化が起こるのですか？クラークソン代表の死後、ユーピオ内部で強硬派として知られるパーク氏が事実上の最高司令官となることで、以前のユーピオではほとんど見られなかった武力介入による治安維持や紛争解決といった手段を取る可能性が高くなるでしょう。よ、いたんだ。フランカはどう？ニュース見たろ？あれ事故だってな。それであれから俺考えたんだ。あの時何が行われたのか、どうして俺とお前だけであの任務に就いたのか、なぜレナはあんな後になって就いたのか、誰がいて誰がいなかったのか、誰にとってあれは必要だったのか。俺たち利用されたんだ。クラークソン代表をやるためパーク司令は。Information download complete. File deleted.